こんにちは、グランピーペインターの竹之下です。最近なんですけど、ちょっと困惑することがあります。YouTube のコメントなんですけど、コメントがですね、なんか優しいんですよ。僕のやることなすことにちょっとすごいなんかすごいとかいいねとかすごい言ってもらえて、ありがたいんですけど、すごい困惑してます。僕あんまりこう世間に受け入れられてきていないんで、家族にしても、親父が建築関係の仕事なんですけど、僕自転車が好きで、しかも自転車を塗るのも好きなんで、この仕事好きでやってるんですけど、もっと稼げる仕事があるとか言って、家の、ペイントの関係の仕事に転職した方がいいんじゃないかとか、優しいなんかもしれないんですけど、そういう話して来てくれたりと、あまり理解されてないです。で、自転車趣味とかも、初めて買った時から、高いんじゃないかとか何やら言われて、そういうのも理解されないです。で、大学の頃もなんですけど、バイト先でもなんかあれですね、なんちゃってバイトリーダーだったんですけど、そこでこうお願いとかなんか話しても基本こう否定から入られるんですよね。で、結構なんちゃってバイトリーダーでこう、よりよく仕事してもらおうと思うんで、缶コーヒーとかおごってちょっとごますってたんですけど、そういうことしても何も効果ないですね。それに忘れないことがあるんですけど、教員志望の F さんっていう人がいたんですけど、女性の、その人なんかもすごい否定的で、もう僕のことはあれですね、シフトの融通の利く野郎、都合のいいやつみたいなことを直接言われて、そんな厳しい世界にいたんですけど、YouTube の人みんな優しくてちょっとびっくりしてます。すごい、あれですね、本当は麦のように踏まれて強くなるというのもあると思うんです。で、だからちょっと批判的というか、厳しいコメントとか、いただけたら、すごい嬉しいです。そういうのを生かして、新しいなんか気づきとかにしていけたらいいと思うんで、そういうコメントもお待ちします。踏んでくれと麦のように言いましたが、ちょっと優しめにお願いします。優しく踏んでください。で、今日の本題なんですけども、あれですね、ペイントのシミュレーションのページができたので、それの紹介をさせていただきたいと思います。はい、では本題のペイントのシミュレーションページの話に入りたいと思います。ペイントを考えているにあたって、ざっくり金額とかわからないと、どうなるかとかそういうのは分かりづらいと思うんで、今回ペイントを、簡単なペイントはの金額をシミュレーションできるページを作りました。ではそれを見ていきましょう。まずグランピーのこのホームページを開いていただきまして、で、この上の方にペイントっていうのがあるんで、そこを押していただくと開きます。自転車専門のカスタムペイントっていうページが開きますね。で、まず最初にこうペイントのサービスについて書いてます。いいこと書いてますね。で、今こう自転車業界とか、昔は日本でもここで作ってたりしたんですけど、もう台湾に移ったりしてしまって、量産っていうものが多くなって、そんな中で本当にこう僕たちのことを考えてしっかり作ってくれてるのかっていうところがあります。そこの隔たり、お客さんとの隔たりの部分を埋めるのも、僕たちのショップの責任だと思うんで、そういうのを踏まえて、カスタムとかペイントとかでお答えできればいいかなと思って、僕はペイントさせていただいてます。で、それによくスタイルって言いますけど、パーツつけたりペイントすることって、それはスタイルとは言わないと思うんですけど、それを実際お客さんがどうやって使うかとか、なぜそれを選んだとかが多分スタイルなんだと思います。そういうお客さんのスタイル出すっていうのにも、協力していただけるように、できるように頑張っていきたいと考えてます。じゃあ、ペイント代金のシミュレーションについて入っていきたいと思います。まず大事なのは、グランピで新規購入するか持ち込みしたものをペイントするかを選んでいただきたいです。違いと言いますと、グランピで
商品買うか買わないかという問題です。で新規購入の部分はあの中古品グランピーで扱っている中古品も入ります。で持ち込みのはお客さんが外から持ち込んでくるものです。でそれを選んでもらうと初期設定が変わります。やっぱり新規購入していただいてるんで多少お安くなるようにしてます。まあ、とりあえず新購入のパターンでシミュレーションしていきたいと思います。それが決まりましたら続いてはこう何をペイントするかを選んでいきます。まずフレームフォークっていうのがあると思うんですけど、まあ、マウンテンバイクとかの場合だったらフレームだけとかがあると思うんでそれを踏まえていろいろ選んでもらって、まあ、今回は普通にフレームフォーク選びます。そうすればまあ料金基本料金の8500円というのが指定されます。でその他にもステムやシートポストとか、まあ、同色にペイントするっていうのもできるんでこういうのも選んでいただくと、まあ、一緒に金額出るようになります。でスペーサーあステム塗るにあたってやっぱスペーサーも一緒に塗りたいでこう枚数とかしてできるようになってるんでそこもここで指定していただくとそれも入ります。今回はあのステム指定しておきましょうか。ステムがいいと思います。あんまりステムシートポスト全部一緒にしすぎたりするとちょっと微妙になったりもするんで、まあ、ステムやってきます。で新規購入にあたってですが、まあ、下地処理も選べます。ただ新規購入だと、まあ、下地が綺麗なんで、まあ、上から拭いた方がいいと思います。特にサーリーなんかの粉体塗装、まあ、すごい強いんで、まあ、残してやった方が おすすめなんですけども、まあ、どうしても剥離したいとかいうのがあればこう、まあ、フレームフォークの剥離やそういうフレームだけの剥離と、選んでいただくことができます。で、まあ、防水処理も、追加して選ぶこともできます。追加しない場合はこちらであの安定したサビに変えるっていう特殊なあのサーフェイサーを拭いてからっていう処理になります。まあ、今回は追加せずにいきましょう。で、続いて、カラーオプションを選ぶっていうのでソリッドカラー、メタリックカラー、パールカラー、キャンディーカラー、マジョーラとあります。ソリッドカラーっていうのはちょっとわからないかもしれないですけども、あとメタリックとかパールとかは入らない素の色ですね。こうキラキラしない色です。でメタリックカラーっていうのは、まあまあ、メタリックが入ってる。でパールカラーっていうのはパールが入ってるカラーで、まあ、あの自動車系のカラーであの選んでいただいたりすることが多いんですけど、そういう時はこうメタリックを選択していただければありがたいです。今回はあのとりあえずソリッドを選択して進めていきたいと思います。で、ここまでの状態が基本的な単色カラーになります。で、今回その剥離ありの場合で、3万3250円になります。こういうふうに金額出てきます。で、まあ、最安値を見ておきたいと思うんでそれを見ていきますね。で、まあ、新規購入で、まあ、ステムとかもペイントしない、フレームフォークだけの状態、がちょっと待ってください、ね、バックできへんの。よし、でフレームフォーク選んでいただいて、まあ、剥離はなしで、まあ、ソリッドカラー、こうすると、まあ、まあ一番安い価格で出るようになります。ちょっとあれですね、1万1500円、1万円のはずなんですけど1万1500円って出てますね。ちょっとこう修正しておきます。で、まあ、メタリックカラーとか選んでいただくと1万3000円と、まあ、出てきます。で続いて、まあ、あの単色以外っていうのもやっぱりあると思います。グラデーションとか、まあ、オリジナルロゴを入れるとか、まあまあ、塗り分け、まあ、カットパターンの塗り分けとかそういうのもある程度指定できるようになってます。まあ、例えばまあ2色目ソリッドカラーみたいなでグラデーションで入れるの場合だと結構お安くできて、まあ、2万1000円からできます。で続いて、まあ、ロゴなんかも
まあオリジナル入れるのもいいんですけど、定番のオールシーとか、まあうちで扱っているものとか5000円から入れれるんで、そういう入れても2万6000円で結構お安くできると思うんで、まあ、ぜひ、まあ、自分のやつに合わせて見ていただきたいです。でよくある質問っていうところもあるんですけども、これもぜひ見ていただきたくて、ですね、どうしてもこう下地を選ぶときとか、こう剥離しないといけない場合とかもあるんで、それがここら辺に書いてます。まあ、古い自転車でもペイントできますかとか、まあフレームの状態によってはやっぱ剥離が必要ですとか、そういうの書いてますね。錆がひどいのですか、ペイントできますかとか、そういうのを踏まえてこう剥離するかどうかとか選んでほしいです。でどうしてもわからない場合はやっぱり確認の問い合わせをしていただければありがたいです。で、まあ、このページなんですけども、100% の見積もりはすみませんができないです。やっぱりお客さん個人でいろいろ考えもあると思いますし、塗り合わせの色の都合でどうしてもまあ違う色をちょっと選ばないといけなかったりもするんで、そうしたら料金とかまた変わってきます。なんでまあざっくりした金額が分かるページということになってます。ただこのページも完璧じゃなくて、さっきもちょっと間違いがあったんで申し訳ないですけど、まあこれからより修正してやっていきます。でまあざっくりとこれでそれでも分かるんで、それで検討した上で、まあお問い合わせいただきたいと思います。まあどうしてもお客さんの自転車の状態によって処理が変わってくるんで、まあ金額も変わってきます。なんでやはりお問い合わせはお願いします。でこれでざっくり出してもらって検討していただいて、やるってなったらぜひともお問い合わせお願いします。僕も気合を入れて頑張って塗っていきます。それと、まあ、優しいコメントをお待ちします。では今日はこれぐらいでありがとうございました。では失礼いたします。